ヨハン・デメン・エベンセンは、ノルウェー、ヌールランケン・オークネス出身のスキージャンプ選手。エベンセンは7歳の時家族と共に、ムーレオ・ロムスダール・ケンモルデに移り住み、父親に勧められて、ジャンプを始めた。16歳の時トロンハイムのグラナーソンで大転倒し、腎臓を損傷する、大怪我でしばらく車椅子の生活を送った。医師には、選手生活を断念するように宣告されたが、 彼は努力して復活した。この怪我のため彼は、比較的遅咲きの選手で、2007年3月に21歳で、初めての海外遠征で日本を訪れた。FIS カップを兼ねた国際座王ジャンプ大会、NHK 杯と、宮様スキー大会国際競技会、ノルディックスキースペシャルジャンプで優勝して、ようやく頭角を現した。2008から2009シーズンに、 スキージャンプワールドカップへデビューし、総合20位、2009年、ノルディックスキー世界選手権団体銀メダルに貢献した。2010年バンクーバーオリンピックでアンデシュバーダル、トムヒルでアンデシュヤコブセンと共に団体銅メダルを獲得した。このシーズンのワールドカップ総合は18位だった。2011年2月11日、改築されたビケルスンのフライングヒルで行われた。 スキージャンプワールドカップの予選ラウンド、まずは試技で243メートルを飛ぶと続く予選で246.5メートルを飛んで世界新記録とした。翌日の本戦ではグレゴア・シュリーレンツ・ザワーと同点優勝、自身ワールドカップ初優勝となった。自国開催の2011年、ノルディックスキー世界選手権では、ラージヒル団体で銀メダルを獲得した。 2011から2012シーズンは不調で代表を、外れたが、2月20日、現役引退を発表した。レメン・エビンソン・フライクテッド・アット・キャリー・ラン・バリエーション、オーバー、ハット・ヨハン・エビンソン・ビシャー・デア・シュティング・スター・デア・ゼゾン、ハット・リザルト・ット・スキスプリング・オリンピシャ・シュピラ、バンクーバー・ HS140 チーム、ファイナル・ダーチ・ガーング・ヘイレン。 live-wintersport.com2011 年5月14日閲覧レメンエビンソンホップット 243m フトンポーストン2011年5月14日閲覧 2465m 24アイバイカースン11フェブルー 2011VG ナ、no. ンバー2011年5月14日閲覧 ジェグ・エア・ル・ジョー・ガル・アイ・ホデイ12フェブルー2011 VG ナ、no. ンバー2011年5月14日閲覧エビンソン・リタイアーズノルウェーナモンイツチーム4 SFWC FISSKIJUMPING.com 2012年2月20日閲覧ありがとうございます